はいそれでは始めます皆さんこんにちはえー、どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということで少しお話をさせてください、えー、担当はレック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、まあ、宅検試験用のガイダンスまあ、講座のガイダンスですから、えー、どうしてもちょっと宣伝のような話になるんですけどもまあ、試験的に役に立つお話をしますのでまあ、できれば、えー、最後までお付き合いいただければと思います こういった形の、まあ、レジュメがですねもしお手元にあればご用意いただきたいんですけども、まあ、レジュメいなくても画面に出しますので、まあ、あのちょっと見てくださいね。ということなんですけどもえ、まあ、プレミアムという講座はレックの卓見のちょうど中心になる講座でしてで、まあ、いわゆる一番ベーシックなあの まあなんていうかな中心となる講座なんですね。で、再チャレンジというのはまあ再チャレンジですね。えー、まあ去年失敗してで今年必ず合格したいというね受験経験がある方向けの講座なんですね。で、受験経験がある方がまあどちらを選べばいいんだろうというまあお問い合わせが結構多いらしくてでまあ僕は一応両方とも担当してますから。 ちょっとアドバイス的なことをねお話しできればと思うんですけどもまずですね、えー、とりあえず肺炎を考えるとですね肺炎、まあ、があるわけですよね肺炎があるわけですねでこの肺炎を考えるということなんだけども一番の方が多いんじゃちょっとこれえっ、ー、とまあ見にくいかもしれませんけども一番ですね 勉強時間が思うように確保できなかったとかね努力が足りなかったっていうそういったまあ反省点ですかねというふうに思ってらっしゃる方が割と多いんじゃないかと思うんですね。で,そういう方であれば基本的にはプレミアムの合格フルコースをお勧めしたいと思うんですねで、まあ、なぜかと言いますとこれが一番レックの中心となる講座で,で、まあ、過去にずーっともう積み重ねがありましてね でほ,もうほとんど完成している講座なんですねなので、まあ、みんなこれでちゃんと勉強してで割とみんな受かってくれますんで、まあ、これがいいんじゃないかというふうに普通は思っております,です、ね。でそうじゃなくて2番目予備校の基礎的な講座はもう受講したことがあるんだと、ね。で内容はう、まあ、分かってるつもりだと、ね。分かってるんだけどもでも、まあ、実際にですね実際に問題を解こうと思うと。 なななぜかかか解けいいいいとでですすねね、まあ、そうっった方ももらししゃるれ要するに、えー、予備校の基礎的な学習がもう終わってる人ですねで別にレックに限らずどこでもいいんだけども、まあ、ちゃんとしたあの、まあ、ベーシックなね、えー、要は初歩的な初心者向けのちゃんとした講座ですねをまあ消化してで自分はまあ一応分かってるはずという思,思ってらっしゃる方は。 再チャレンジの合格フルコースをちょっと検討してみてください。えー、まあレックのプレミアム合格フルコースを受講したことがある方も含みますけどね。えー、ちょっとですね。その頑張ってで予備校をまあ利用して勉強してきたとかね。あるいはまあ独学でもいいんだけど、独学でね十分な勉強時間が確保できたね。つまりまあ独学だろうが予備校に通うが それなりにしっかり努力をしてきたなとね、講座を受講してきたとか独学で勉強してきたにもかかわらず結果に結びつかなかったということはどこかで歯車が噛み合っていない可能性があるんですよねで、それはそのまま放置しておきますとまた同じことになってしまうと困りますからちょっと視点を変えて、まあ、再チャレンジという講座をご検討いただくのがいいかもしれません、えー、何が違うんだって言われてもですね まあ、なかなか一言では言いにくいんだけども大雑把に言いますと「再チャレンジ」という講座は問題演習とあとはテキストのまあインプットっていうんだけどねえテキストを読んででその知識を入力することをインプットっていうんですよね。で問題演習のことをアウトプットっていうんだけど。 インププッットトトとアウトプットつまりテキストから知識を入力するから問題演習をすることによって、えー、アウトプットをすることを常に並行してやっていくということを一応講座のコンセプトにしてますじゃあプレミアムは違うのかって言われると、まあ、そんなこともないんですけど結局ね、えーまあ、予備校でその卓研試験に合格してもらうために必要な知識とか ね、あるいはこの時期にはこういう勉強してほしいみたいなものはだいたい決まってるんですよね。だから、えー、全く違う講座っていうのは作る必要がないっていうか、あの作らない方がいいんですね。ただちょっと切り口を変えているところはあるんですね。それはやっぱりですね、問題演習とテキスト、問題演習をした後でテキストを確認しましょうというふうにするするのと。 問題演習をしながらテキストを確認するのとは、まあ、ちょっと違うじゃないですか。だから、まあね、そういったことを僕ら講師は意識してるんだけど、え、受講生さんが、あ、なるほど、全然違うという,ふうに思わないかもしれません。あの、講座を受講してる方はわからないかもしれません。ただ、我々はそこは意識してると思ってください。ですね。はい。でですね、ちょっとあのまた、えー、視点を変えましてね。 通信クラスを検討されている方と通学クラスを検討されている方に今度は分けたフローチャートを作っておきました。でねちょっとこれどういう視点かと言いますと、えー、やっぱり学習は継続しないとどうしてもね成果が現れないわけで、まあ、当たり前ですよね。ですからどうしても勉強を継続するということがとても大事になってきます。ででね、ちょっと4ページの一番後ろなんですけども、 四ページの一番後ろにこういうところがある。勉強を継続できる環境づくりっていうところがあるんですね。ちょっとここを読んでいます。はい。他検試試験に合格する上で一番大切なことは学習を継続することです。ですね。まあそりゃそうですよね。学習を継続することが何と言っても大事です。で勉強自体自体を楽しむことができれば一番望ましいんだけども。 実際の勉強っていうのは何度も何度も同じ内容を繰り返すといって結構地味でつらい作業だから強いいいい意志がないとなかななととかか乗り越えられないというわけですねでその点ねこの点学校に通うというのは、まあ、強制的に自分を学習モードに自分の気持ちを切り替えるのになかなか有効なんですよね。えつまり通学クラスの方が その勉強を継続しやすいということなんですよ。で,で、えー、講義がない時であってもその予備校に通えるわけだから予備校に行くことができるわけですよね。ということは例えば、えー、自習室を利用できる方は毎日決まった時間に自習室に通ってで勉強時間を一日の生活の中に自然に組み込んでしまうというね。 そういったことができるわけですね。なので、通学クラスというのは、そこがやっぱりメリットで、えー、まあ、通学クラスのいいところだと思うんですね。で通信クラスの場合は、そこが逆にデメリットになってくることがあります。つまり、通信クラスの場合は、えー、今今この動画を見なくても、まあ明日見ればいいじゃんとかね、あるいは、まあ、明後日でもいいだろうという、 先送りにできてしまうということですよね、えー、いつでもいつでも、えー、自分の隙間時間に勉強ができるというメリットの、えーまあ、裏,返し的裏返しでデメリットにもなるわけですよ。そこでね、まあ、通信クラスの方もね、まあ、あたかも通学してるかのように毎週何曜日と何曜日の何時から何時までは、えー、講座を受講するんだみたいにあらかじめ学習時間を決めてしまう。 っていうのがまあお勧めなんだそうですね。まあまたまさしくその通りで、えー、まあ通信クラスと通学クラスはいいところと悪いところがやっぱあったりします。メリットもあればデメリットもありますね。ただやっぱりその通学クラスの方がか勝手に予備校が講座をやってそこに行かないとその講座を受けられないじゃないですか。だから強制力があるんですよね。でその違いがあるので。 まあこの1ページでは分けてるんですね。はい、でえまずですねまずえ通信クラスを検討されている方ですねえ過去にレックのこういった期間講座がありますえプレミアムとかパーフェクトとかあるいは春からチャージとかねこういった講座を受講されていることがある方はですねまあ、えー、通信クラスであればまあ 基本的にはその何て言うかな、えー、自分を律することに関しましてはどんな講座によって違いはないじゃないですか。ね、だったら、まあ、再チャレンジの講座を検討してほしい。ね、で過去にそういった講座を受講されたことがないんであれば、まあ、プレミアムがやっぱりおすすめです。ね、で問題は通学クラスね。通学クラスの場合は通学クラスの場合は 渋谷と梅田と名古屋にしか、えー、通学クラスが再チャレンジはないんですね。で、そこに通学できるんであれば、やっぱり再チャレンジの講座を受講してほしいと思うんですね。しかし、まあ通えないんだったら、えー、そもそもねその再チャレンジの講座ありませんから、だからまあ通常通りプレミアムを受講してほしいという,ふうに考えてますね。 えー、なかなかその講座がたくさんあって分かりにくいと思うんですけどもこのプレミアム合格フルコースというのはですねこのプレミアム合格フルコースというのはまあさっきもちょっと話しましたけどレックの本当の中心となるメインの講座です。ですからまあ日本全国でやってるんですよね。でしかももも東京ででで大阪でもあのいろろんなところで 学校があるじゃないですかレックはねで、レックの各学校でみんないろんな講師がやってるわけですよで、レックのいいところはそこに自由に乗り入れができるんですねだから新宿に通ってる方がちょっと今度の、えー、講義はね、えー、なんか仕事が忙しくて行けそうもないという時にはそれと同じ回の講義をやってるところを探してですね池袋とか 水道バスとか探してそこに乗り入れができるんですよで別に何回乗り入れしても構いませんし同じ講座を何回受けても構わないんですねそこはとてもなんか使い勝手が良くてメリットだと思いますで再チャレンジの場合はそれが渋谷と梅田と名古屋でしかやってないのでそもそも乗り入れっていうことはできないんですよねでそれがやっぱり使い勝手が悪いところになると思います なのでやっぱりメイ,ンメインとしてはプレミアムです、ね、を、えー、主に検討していただいてで、えー、そういこういった講座も受けたことがあるよとね受けたことがあるよっていう方でちょっとやっぱり視点を変えたいこのままだと同じ失敗を繰り返してしま,しまうと困るのでちょっとやっぱり講座を変えたいという場合はぜひ、えー、再チャレンジを検討してみてください。 はいえっと、ちょっと2ページにいきますね。2ページに、えっと、プレミアム合格フルコースの講座の概要が載っています。で、まあ、回数78回、結構あのボリュームがありますね。で、プレミアム合格フルコースの、まあ、この大雑把な講座の流れをですね、まあ、一番下に書いてあるんだけども、ちょっと見,見えますかね。えまず 三つに分けてるんですねでまずインプットを重視すべき期間と、まあ、並行すべき期間とアウトプットを重視すべき期間に分けています、まあ、勉強を始めた頃とそれから、えー、まあ中間地点だね勉強を始めた頃というのは十二、まあえー、月とか一月から勉強を始めてで、まあ、そのインプットを重視する期間というのはそうだな五月ぐらいまでかなで えっと、5月6月7月ぐらいが平行期間ですかねで8月9月あたりがアウトプット重視する期間に、まあ、大雑把な感じでなりますね。その時に、えー、インプットを重視する期間というのはこれはスーパー合格講座っていいまして、えっと、インプットつまり、まあえー、テキストの知識を、えー、講師から、えー、説明を受けて。 で、で頭の中に入力すするという感じですねで。それが終わったらえこれアウトプットというのは過去問演習ですね。ですから知識を入力してそれを過去問によってえアウトプットしてみる、ね、え講師から聞いた内容でちゃんと過去問を解くトレーニングをしてみるみたいな感じですね。で平行期間は今度はこのマスター演習講座とかネタ順必勝そのための講座これを、まあ、アウトプットで、まあ、問題演習なんですね。 で問題演習をした上で今度はテキストに返ってで知識の再確認をしていくでアウトプット重視機関はこれは公開模試とかですねいろんなアウトプットの講座があります。で問題演習をしてでテキストに返ってで知識の定着を図るみたいなそんな構成になっています。はい、3ページジのの方に行きますと再チャレンジの 合格フルコースのまあ講座の概要が載ってます。でこれ見るとですね、なんか回数がそのプレミアムに比べると少ないじゃないかって思うかもしれないんだけど、そうでもないんですよ。あの一コマあたりの時間が違いますから、プレミアムの方はほとんどが2時間半なんですね一コマがで再チャレンジの方はほとんどが3時間なんですよ。だからトータルの時間はそんなに大して変わらないんですね。 なので、まあ、あのボリューム的にはあまり変わりがないと思ってください。はい、そこで。一番下なんですけどね。三ページの一番下なんですけども。まあ、さっきと同じような。えー、まあ、三部構成の。説明があるんですけども。やっぱりインプットを重視すべき期間と。それから。平行期間とアウトプット重視の期間。 に、まあ、あの分かれてます、ね、で、えー、とインプット重視期間合格ステップ完成講座で,、ね、で平行期間としてハイレベル合格講座とかまあ当,当連があったりします。で講座の運営で意識していることはどんな時でもアウトプットとインプットを行ったり来たりしましょうというのが、まあ、一番大切な再チャレンジの コンセプトなんですよこの平行期間もアウトプットからインプットインプットからアウトプット常に問題とテキストを、えーまあ、リンクさせるっていうのかな、えー、いつもも行ししててやっていきましょうアウトトプット重視期間も同じですただ比重はね比重が直前期はアウトプットのボリュームが大きい、ね、で初めの方はインプットのボリュームが割と大きいという違いはあるんですよ。い、ね、いつでもいつででもも 並行してやっていこうということをなるべく意識して講座はまあ運営されているんですね。なので、まあさっきも話しましたけども、講座を受けている受講生さん側の立場からすると大して違いが分かんないかもしれませんけども、まあこうして講師はねそんな気持ちでやってます。はい、えっと四ページの上の方なんですけども、学習スケジュールを立てるんだみたいな話があります。 えちょっと上から読んでみますね。えー、まず勉強時間の確保の一行目で、えー、受験経験がある方も、まあ合格を確実にするためには300時間以上の勉強時間を確保すべきであると言ってるんですね。まあ300時間っていうのは随分とねその、えー、抽象的というか、その人によって全然違うわけだから、それを300時間っていうのは えー、言い切ってしまうことはできないんだけどもただまあ、大雑把な話としてだいたい300時間ぐらいの勉強はやっぱり最低でも必要なんじゃないかというふうに、まあ、受験業界では言われているんですねで、去年勉強したから今年は勉強時間を減らしていいんじゃないかと思わない方がいいんだというなんですよ、ね、去年いくら勉強してもやっぱり今年も300時間の勉強時間を確保してほしいとということなんですねはいで えーまあ、アウトプット演習をしながらインプットを行い、えー、同時に重要項目を記憶していく方法が、まあ、効率的であると。ねはい、で、まあ、講座を受講している方は、えー、講義スケジュールこの,この講義スケジュールがです、ねまあ、予備校が作ったレールに乗っかってしまうというのが、まあ、一番楽で合理的だと思うんですね。 なので予備校で、えーまあ、スケジュールが決まってますからそのスケジュールになるべくついていくというのが、まあ、一番いいですね。はい、でえ机に向かって勉強する時間と、まあ、これは割と集中できる大事な時間ですよね。から隙間の時間電車に乗ったりとかあとはえ会社のランチの休憩時間とか。 まあ隙間の時間がありますよね。その時間とで勉強の素材を変えるべきであります。ね、で、講義を受講するときは、たとえ通信受講だったとしても、原則机に向かって受講すべきです。これをね、その隙間の時間に通信受講をしようとなってくると、まあ、それでももちろんいいんだけども、ね、それでもダメではないんですよ。えー、それだって受講しないよりはよっぽどいいんですよ。だけども、 数学クラスの人に負けてしまう可能性があるんですね。数学クラスの人はある程度緊張感を持って。で、えー、その講師が目の前にいますからね。で、例えば、ボケーっと、してるとね。その、なんか、ちゃんと、ちゃんと聞いてあげないと。一生懸命喋ってるから、悪いじゃないですか。ね、だから、まあ、居眠りしたりとかね。ボケーっとすると悪いから、まあ、一応ちゃんと聞こうとするじゃないですか。ね、だから、数学クラスの場合は、やっぱり、ちゃんと。 その講義を受講する人が圧倒的に多いんですね。ところが、隙間の時間にスマホかなんかで電車に乗っている最中に、その通信講座を受講してもね、通学クラスのような集中力はなかなか維持できないと思うんですね。だから、やっぱり通信受講であっても、この受講するときは机に向かって受講してほしいというふうに思っています。で、ね、これに対して。 移動時間とか休憩時間などの細切れな時間にはこれはですねまあ講義の復習とかあとは一番いいのは問題演習なんですよねえ、隙間の時間に取り入れる勉強はもう問題演習が一番いいと思いますあとはまあ暗記ですかねえ暗記をするのもまあ隙間の時間は有効活用できると思いますねでもやっぱり問題演習がいいですえ問題演習は過去問演習ですね過去問の演習を 隙間の時間に、まあ、つぎ込む、というのが、いいと思いますね。で、隙間時間を無駄にせず、活用すれば。かなりの時間を捻出できる。確かに、そう思います。社会人がですね。えー、決まった勉強時間を。早々確保できるものではないと思いますから。やはりですね。えー、隙間時間をかき集めて、勉強時間を、何とか工面する。というのが、やっぱり必要ですね。それから、まあ、社会人として、働いているとか。 あるいは、まあ、家事があったり育児があったりあとは介護があったりとかしてそそうそう勉強時間を取れる人ばかりでではないですよね、えー、むしろ勉強時間を確保することがすごく大変という人の方がおそらく多いんだろうと思うんですよ。でそういう人は一番大事なことは早く勉強を始めるってことですこれなかなかうまく伝わらないかもしれないんだけどねこういう図を書いてきました。 例えば300時間の勉強時間がどうしても必要なのであれば、300時間確保せざるを得ないじゃないですか。この300時間を確保するときにね、例えば本試験の300日前だったら、1日1時間の勉強を300日確保できれば、300時間の確保が取れるできるわけですよ。それをね、ゴールデンウィークが過ぎて、まあ5月ぐらいからやろうと思うと。 150日間で300時間を確保しようと思えば、1日あたり2時間になるわけですよ。で、忙しい方が1日2時間の勉強時間の確保をするというのは非常に困難だと思うんですよね。あのはっきり言って1日1時間だって大変ですよね。あの毎日ですからね、とても難しいと思います。残業があったりとか、あるいは風邪ひいたりとか、いろんな事情があったりするじゃないですか。 そうすると1日勉強しなかったら翌日は2時間ですよ、ね、思ったほど楽ではないです。勉強時間を確保するのはね。つまり。直前期になって追い込もうと思ってでやろうとすると、1日あたりの勉強時間が増えてしまうってことなんですよ。で、忙しい方がそんなことができるのかって言うとなかなか難しいだろうと思います。だから忙しい方ほど早く始めるですね。 えそれがやっぱり社会人の勉強の一番のコツというか、えー、合理的な勉強というのはそういうものだと思うんですよねまあぜひですねえなかなかねその宅建試験どうしても取らなきゃいけないという人は割と多いわけですねまあ不動産関係に勤めていらっしゃる方は大部分の方がそうですよねでそうじゃなくてもやっぱり金融機関とかあるいは建設会社とか何らかの宅建資格を取った方がいいよっていうね 言われているそういう方はなるべくね、えー、ちゃんと試験にチャレンジしていただいてで受かってほしいと思うんですけどねやっぱ一番大事なことは学習を継続することであってで学習を継続することさえできれば独学ででであっても宅建試験は合格できると思うんですよでただ予備校を使うメリットは時間の節約です。 やはりです、ねえー、本を読んで,で問題を解いて自分で検討するということも、ねそまあ、大事なんだけどもでも例えば、えー、分かりにくい言葉とか分か,りやす分かりにくい概念とか、ね、あるいはテキスト読んでもちょっと記述が分かりにくいところとか結構あったりするわけですねそれを予備校に行って講師から説明を聞いてしまえばなんだそんなことか ということでね簡単に納得できることもあったりしまして、えー、すごく時間の節約にはつながると思いますねなので、まあ、ぜひですね予備校の通学クラスとか通信クラスですね、えー、ぜひご検討いただいてでまあ私は再チャレンジも、えーまあ、プレミアムも、まあ、両方とも担当してますんで、まあ、どちらでもおすすめできるんですけども、まあ、通信クラスは再チャレンジの方を担当してますんで、まあ、もし よろしかったら、まあ、検討してみていただきたいという,うに思います。はい。それではですね。どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジですね。ガイダンスをこれで終了します。どうもお疲れ様でした。